始まりました。リレー方式で絵本描いたらとんでもない結末に。タイトルそのまま言ったのに。基本的にあんなものね、やってる人はみんな釣りタイトルなので、ね、もう僕も先に言います。大変な結果になります。今回は全員で順番に2ページ絵本を描いて、一体どのようなものが出来上がるのかというリレー絵本ということで。自分の1個前の人のやつだけ見える。それ以前に誰かが出てきてもその伏線を回収することはできないので、みんながいかに自分のページで登場人物を活用するかが鍵でございます。僕だけ固定シーン主人公ボブ。ボブの物語。最初柴優がボブで、柴優からスタートして、柴優、亮、としみつ、ざわくん、俺っていう順番で、もう2周最初と最後が俺と芝居大丈夫。これすごい結末前進じゃないよ。今から完成したやつを絵を見せて読むので、親子でね一緒に動画見ながら微笑ましく終わっていただきたいと思います。それでは絵本描いていきたいと思います。なるほどね。どっちがボブなんだ。これはなんだ。これはこれ絶対にと思うよ。何場面あんのこれ、どういうこと。多分こういうこと。あ、わかりやすいぞ。あー、いけるわ。確かね、そこで書きます。さあ、絵本が出来上がりました。いやー、今から画面に絵本出して、書いた人が読みながら、周りは、まあ、変なところあったら突っ込むと。それでは、僕らの作った、僕が主役の絵本、スタート。始まり始まり、時は世紀末。おかしい、いきなりじゃん、それ。ロングドマンがいるじゃん、だって人。ボブとヒデオは仲が良かったのですが、ある日喧嘩をしてしまいました。ヒデオにいじめられたボブはヒデオに復讐を誓い、ペットのカルマと共に母親の待つ家に帰りました。今んとこストーリーがちゃんと知るな。ヒデオの敵討ちのため、ボブは血のにじむような努力を続けました。そしてボブはついに最強の体を手に入れました。一人で4コマとかやりすぎだから。ここか、編集したの。3年にも及ぶ厳しい修行を終え、いよいよ出航です。ガタキは取らせてもらうぜ。ボブは魔界へと旅立ちました。ボブがイカダで川下りを始めたその時、凶暴なワニが飛び出してきました。ぐぬぬ、これは大変なことになってしまった。ボブが困っていると、その後ろからザブンと潜水艦が現れ、ボブの様子を伺っていました。で、ボブなんか顔めちゃめちゃ変わってきたんだ。戦闘民族になってるんだよ。無事にワニを狩猟したボブは森のカルマの怒りを買いました。潜水艦のヒデオも応戦します。ヒデオが潜水艦乗ってたのかな。ヒデオがくつろぎながら見守る中、ボブはシャイニングスターロッドでスターライトフラッシュを放ち、カルマをついに倒しました。ヒデオに操られていたカルマを倒すしかなかったボブ。幼い頃から共に過ごしてきた最愛の友カルマをもてあそんだヒデオを許すことはできない。涙を流しボブはカルマの亡骸を抱いた。あ、これ亡骸だったか。これカルマに食われてしまったボブをヒデオは熱く弔いました。ありがとうボブ、あの世でもまた一緒に冒険しようぜ。何様だヒデオ、マジで。お前のせいだろ。ヒデオの涙が地面に落ちたその瞬間、お墓に光が差し、中から天使になったボブがゆっくりと空に登っていきました。それからというもの、世界からは悪人はいなくなり、平和で幸せな世界になったとさ。めでたしめでたし。お前のジャーボブ服しっかりしてるよ。なんかめっちゃ強そうな剣の服して何ヒデオのバーバババか。おかしすぎる点がいくつかある。まずボブの見た目、順番にボブ並べてますけど、どういうことですかこれは。皆さん最初はなんかやんちゃそうな坊主だったり、なんか急にさバイセクチャルになってさ、最後呪い来てるからね。スカートやん、絶対スカートじゃない。広がってるやん、広がってるじゃん。ちゃんとズボンじゃん、ズボンだよ。俺ととしみつが特訓したら急にホモに目覚めた。なんでこれ女子みたいな足かくのじゃん。これで柴井も自分で描いたヒデオめちゃくちゃ服脱いでるし。チンチン、なんなんそのチンチンは。次のページチンチン黒くなって、そう、リョウがチンクチン黒くしちゃったからさ。で、最終的にお化けになったでしょ。一番ダメなのカルマが死んだシーンの次がヒデオが祈ってるから。ボブが食い殺されたのか。これカルマが死んだように見えないもんね。カルマの進化もやばいよね。最初こんななんかさ鹿みたいな感じなのにさ、だんだんでかくなってって。最後やばいよね。もうページの大半埋めてるからね。ということで、この絵本をツッコミなしで完全に朗読したものをサブチャンネルにあげたいと思います、はい、息子さん娘さんと、寝る前に見て気持ちよく寝てください。また次回の動画でお会いいたしましょう。さあ、さよなら。